フンメルタールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州バイロイト軍の町村で、ミステルバッハ行政共同体を構成する自治体の一つである。フンメルタールは、フレンキシェシュバイツの北エインゾフィエンベルクのふもと、バイロイトから南西に約8キロメートルの魅力的な景観を誇る郊外に一致している。この町は、公式には20の地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。現在のフンメルタールの領域は、プロイセンのバイロイト公領として、1807年にティルジットの和訳によりフランス領となり、1810年バイエルン王国領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体例により、クレーツ、ヒンタークレーバッハ、ペッテンドルフ、ピッタースドルフが作られた。 これらがバイエルン州の自治体再編により、フンメルタールとして合併した。この町の人口は、1970年1499人、1987年1897人、2000年2504人であった。町長はパトリック・マイヤーである。町議会は14議席からなる。ありがとうございます。